成人式2回目の年で初体験できてめちゃくちゃ嬉しいっていうのが正直な感想なんですけど、監督 あんまりあれなんですよ。で他の方お見せしたいと思います。これ山田プロデューサーからお話が来たんですか？そうですね、そうでしたね。どのタイミングだったっけな。うちのオフィスに来て話してる時にそういう企画があって誰でも監督になれるみたいな、はい、そういうプロジェクトを今企画を練っていてっていう話から撮ってみないかっていうふうにお誘いを受けて、私がみたいな感じだったんですけど、最初は一回だってね、あのチャンネルの方でもう、そうだね公開で数千人での企画会議っていうこともやってみたりとかしました。生配信でどういうストーリーがいいかみたいなのを見てる方とこう交えながらセッションしながら作ってみようみたいなこともやってましたね。そうですね。どうでした？その初監督やられてみて。いや、成人式2回目の年で初体験できてめちゃくちゃ嬉しいっていうのが正直な感想なんですけど、ただやっぱ20年以上お芝居してきていろんな監督のその手腕というかその撮り方っていうのを本当に間近で見させてきてもらいながら、あれなんで挑戦してなかったんだっけっていう、結構逆にそこが驚きだったというか、もうそういった点は本当に山田君にそういうふうに声掛けしてもらえたのが本当嬉しいなっていう、その一言につきますね。何でもそうだけどやっぱりやろうって決めてからそんなにたくさん実感があるわけじゃないので、あのね、潤沢な資金があればあれですけどそう、ね、すいませんそこはちょっとあのこれからもうちょっとこう皆さんが広まってくれたら広まるといいね、なんだけど、まあだからその制約がある中で工夫してやるっていうのが大変なんだけど面白いですよね。人生と一緒だなと思って、なんか大変だなと思うんだけどそこ工夫してやるっていうのが、まあ、生きがいっていうか楽しいところなんだなっていうのは思いながら、で実際私も撮影期間2日間だけだったんだけど、やっぱりだからその撮影に至るまでの準備っていうのが、まあ、どうやって準備したらいいか、どういうふうにじゃあカメラマンさんと出会ったらいいのか、自分のその頭の中に描いてるのどういう人だったら具現化してくれるのかって、やっぱりその人との縁がつながるところまでがまず大変だなっていうのは感じましたね。ですよね、確かに。そしてアイデアも大事だよっていうねことですよね。アイデアはあるんだけど、で私はあの、まあ、自分 の歌歌手活動もやっていて そこであの全然結局現実にはならなかったんだけど、いつもコンテ書いてあの PV 自分だったらこういうの撮りたいなみたいなのはずっと書いてたんで、そういうイメージはあるんだけど、いかんせんあの絵心が本当にないので伝わらないんです。それを自分の頭の中の描いているこの景色っていうのをどう伝えればいいかみたいなのはやっぱりなんか思いだけではいけなくって、やっぱそこを言語化してこういうテンションで黒みはこれぐらいで赤みはこれぐらいでみたいな、いろいろ出せばいろんな表現があるんだけど、なかなかそれがやっぱ言語化するのも難しいなと思いながら、いや単純に皆さんもめちゃくちゃやってよかったって言ってくれるんで、なんで本当にもうだ結構なんで今までやんなかったんだろうみたいな感じなんで、俺は別に違うんですよ。あのそれなんかプロデューサーとしてこう監督とかをこう支える方が多分まだ向いてるんですよ。監督 あんまりあれなんですよ。でも撮るんでしょ。撮ったけど撮るときは楽しいんだけど、なんかね監督ってやっぱこうバスッとこう見据えてこの作品のそれがこう明確なものじゃないのに、ここにおそらくあるから皆さんついてきてください、大丈夫ですよって言わなきゃいけない、そんなことをなんかあんまり言えないんですよ私はなんかそういう横大丈夫ですよ、合ってますよ合ってます、多分そっちで大丈夫、もうちょっとこっちかもしれないって言ってる方がなんかまだ性に合うんですよ。へーって言ってますよ柴崎監督がね。どう思います柴崎監督でもいいんじゃない、そういう監督がいてもいいし、だから監督もたまにやってプロデューサーもやって俳優もやってもう何でもやってもらいたいね。まあまあ全部表現ですからね、形は違うけど、はいやります